マイプロジェクト TV の伊藤健です。ご質問いただきました、ありがとうございます。コロナが終わったら伊藤健さんおすすめの伊佐島に行ってみたいです。おすすめはありますか？これぐらいの時期にこう胸騒ぎがしてくるんですよね。伊佐が僕を呼んでるって。動画内でちょいちょい宣伝も兼ねてご紹介している伊佐島ね、地中海にある小さな島で、こう島自体が世界遺産で、とね、クラブミュージックの聖地と言われていて、世界的 DJ だとか世界的ミュージシャンとかが出演するね、ビッグクラブっていうのが乱立してて、なのでイビサでその年流行った音楽が、その年一番流行った曲のことをイビサアンセムっていうんですけど、イビサでその年流行った音楽が次の年にヨーロッパで流行って、またその次の年に日本で流行るみたいな。もともと1960年代にこのヒッピーの人たちが集結するラブ&ピースな島だったんですが、その後イギリスで、ご存知の方もいらっしゃると思います、クラブミュージックって犯罪の温床じゃねえかっつって、一回クラブミュージックイギリスって禁止になる法案が出たんですよ。80年代後半から90年代前半にかけて大量のイギリス人の若者たちがね、イビサ島に渡ったという、それでクラブ音楽に火がついたっていうかね。それだけじゃなくって、まあ1999年に世界遺産に登録されて、単なる若者が大騒ぎする島からリゾートアイランドになったっていうところ、そこで今日は伊藤ちゃんお気に入りの伊佐島のここがすごいご紹介していきたいと思います。では行くぞ。泡パーティー、ドンツクやってるフロアで天井から泡が降ってきて、こう泡まみれになる泡パーティーね。ここ数年日本でもね、ちょいちょい似たようなイベントやってましたよね。これアムネシアっていう伊佐の、大きいクラブなんですけど、そこでやってるエスプーマっていうパーティーなんですよ。ご覧になって分かるように、これ泡がかかるっていうレベルの話じゃないんですよね。もう息ができないくらいやばいっつって、これ出口は、ね、シャワーになってます。これ普通のクラブイベントとはちょっと違いますかね。色物になるのかな、どっちかっていうと。基本ですね、そのクラブっていうのはまあイビサの中にたくさんあるんですけど、日替わりでいろんなイベントやってるんですよ。その例えば月曜日は誰々のパーティーで、火曜日は誰々のパーティーで、誰々っていうのはそれぞれが世界的アーティストですよ。で、なんでこのアムネシアっていうクラブはその泡パーティーみたいな色物パーティーしてるのかっていうと、このアムネシアが泡パーティーやってる裏で大物 DJ がプレイしてるクラブがあるんですよ。その大物 DJ のクラブの裏にこの、まあ、目玉イベントね、この泡パーティー、それを当ててきてるわけです。だからあれですね、一晩でみんないろんなクラブをあっちゃこっちゃするようなイメージです。だからこういうディスコバスっていうね、クラブ同士を結ぶ定期バスが運行している。水パーティー、これも色物ですよね。これエスパラディスっていうクラブで、クラブの天井からシャワーね、ダーッとこう水が落ちてくるっていう、一見最初普通のクラブなんですよ。ただ明け方ぐらいに、まあ、そういう風にシャワーが降ってきて、だんだんとこう水位が上がっていく。最終的には首まで水に浸かるみたいなね。だいたいイビサのパーティーっていうのは盛り上がり時が明け方なんですよね。なので夜12時とかに行ってもガラガラだったりする。島全体がそういう時間で動いてるのね。だいたいみんな朝まで遊んでるので、お昼だとか夕方ぐらいに起きて、まあ、リラックスしたり夕食食べたりとかして、まあ、それが夜7時ぐらいでしょ。もうちょっとあれかな、夜8時とかから。その後にラウンジっていう、またクラブにすぐ行かないのみんなね、ラウンジっていうところで、またこれまたみんなのんびり過ごすわけですよ、しばらく。で、夜が更けてきた頃にようやくクラブにこう乗り込むみたいなね。世界一の夕日、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。カフェデルマールっていう、カフェというかカフェでもないけど、夕日がとっても綺麗なお店があります。昼間の間はね、そのふわふわした曲かけたりとか、こうリラックスするのにちょうどいいまったりとした曲を、まあ、DJ の人がかけてくれてるんだけど、夕方にかけて、まあ、サンセット見にね、お客さんはたくさん集まってきて、まあ、日が沈む頃には人だかりですよ。それまでのリラックスした曲が日没と同時にビートがある曲に変わる、ドンドンドンっていうやつね。それで夜の始まりを告げるわけだ。大物ラインナップ、大物ミュージシャンとか世界的 DJ だとか、日本の夏フェスとかだったらヘッドライナーできますよっていうぐらいの大物が、ビッグネームがね、昼間からそこら辺のバーとか海の家で DJ してる。そうそう、海の家にもね、いちいち DJ がいるんですよ。これってなんでかっていうと、今夜俺どこどこのクラブで回すからよろしくなっていう、こう番宣じゃないけどね宣伝の意味も兼ねてて、でも音楽好きとしてはさ、そこら辺の海の家にね、スティーブ・アオキとかがいたらびっくりするわけですよ。まあ、各クラブね、そのお客さんの取り合いみたいになっちゃってるから、まあ、街中でイベントプロモーションやったりとか、無料券をばらまいたりとかね。日本田舎、ハワイみたいな、
大きな街を想像したわけですよ。あのイビサっていうのはもう基本田舎なんで、世界遺産だからあんまりいじれないのかな。イビサタウンっていうところとサンアントニっていうところが大きな街。夜とかさ、車でちょっと離れるといきなり砂漠になったりするからね。これ本当にもちろんお店とかもあるんだけど、そんなにいろいろあるわけじゃない。それでもね、言うても観光地ですから、あのレストランとかはたくさんありますよ。で、昼間からこのお城があるので、お城を散策するのも楽しい。ゆっくりまったり過ごすにはいい島っていう、まあ、夜ははっちゃけますけどね。いろんなビーチ、島なので大小を含めていろんなビーチがあるんです。それが結構バラエティ豊かというか、目の前に大きな鬼ヶ島があって全然リラックスできないビーチとか、海岸線がずっと続くビーチとか、誰もいないビーチとか、もちろんヌーディストビーチもありますよ。日本代表してすっぱだかになっときましょう。他にももちろんいろいろあるんですけど、そんなにないかな。あの基本的に田舎なんですよ。その田舎っぽさがいいというか、コロナが落ち着いたら、結局スペインって、まあ、イビサってスペインなんですけど、あそこって観光やってなんぼの国じゃないですか。意外とだからコロナからのリカバリーって早いのかなっていうか、まあ、無理くりでもそうしなきゃいけないのかなとか、ご興味ある方はですね、イビサとあのコロナもあるので、ちょっといろいろ今お話しした情報から少し変わっちゃってると思うので、イビサスポットライトとかで検索すると一番最新のいい情報が手に入ると思いますので、ぜひともねご覧になってみてください。ここからできるやつの話に無理くりいくよ。まあ、中にはですね、クラブと聞いてあのイメージ良くない方もね、印象を持ってらっしゃる方も多いと思います。でもちょっと悪い感じのところが残ってんのが多分いいかと思うんですよね。例えばですね、ロンドンってあのちょっと前オリンピックやったじゃないですか。これクラブの話じゃないですよ。そのロンドンってオリンピック前やりましたよね。で、東ロンドンにスタジアムを作ったわけなんですけど、あの辺ってもともとめちゃくちゃ治安の悪いところだったんですよ。でもそこにスタジアム作るっていうからさ、そのスタジアム建設だけじゃなくて、その辺の街全部をいろいろリノベーションしてね、そしたら最終的にやばい感じが残るいい綺麗な街ができたんですよ。で、それが若者に受けたんですよね。ニューヨークとかもそうですよね。スラムとかを整備していろいろ人気出てますよね。ドローチャーの法則っちゅうのがあってだな。ドローチャーの法則とは、ナイスガイよりもバッドガイを好む現象のこと。いい子ちゃんよりちょい悪がモテてしまう現象っていうことね。僕はこのドローチャーの法則ですね、あのクラスの美人大体ヤンキーと付き合う法則と呼んでいます。昔レオドローチャーっていう大リーグの監督がいたんだけど、その監督ってこう何でもかんでも思ったことをですね口にしてしまう監督だったんですが、ある日、おいおい向こうのチーム見てみろよ、いい子ちゃんばっかりで、そりゃこのチーム最下位だわって言ったことがきっかけ。いいやつほどいつもビリ、魅力的なやつってのはちょい悪いやろがいっていう考え方ね。正確には悪いことが魅力的なんじゃなくって、真面目すぎるのがつまんないっていうこと。クラスのあの子も地味な伊藤ちゃんがつまんないから、あの時ヤンキーと東ロンドンの街並みだって普通のショッピングモールみたいなのはつまんないでしょ。それでヤバい雰囲気を残して、そんでクラブ文化を健全にするって言っても、それはそれで味気ないかなーなんて思います。できるやつはちょい悪い黒びかりだ。イビサはですね、この近年一気にリゾート化しちゃったので、こう健全になりすぎちゃって、あつまんなくなっちゃったな、昔の方が面白いなって言ってる人も結構います。それでもそっち系の音楽好きには、そっち系の音楽っていうのはイビサはね、ダンスミュージックなんです。まあいろんな音楽ありますよ。いろんな音楽があって、最近はロックだとか、ヒップホップみたいなやつもやってるんですけど、メインはダンスミュージック、 EDM とかね、ハウスとかね。でそういう音楽好きな人にはもう本当に聖地というか、まあ天国みたいなもんなんで、ぜひともねご興味のある方はですね行ってみてください。ということで、今回は伊藤ちゃんの大好きなイビサ島のお話でした。もっとイビサ島のことが知りたい方は、ぜひともこの本を買ってみてください。このマイプロジェクト TV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みだらだらとご紹介しています。ぜひとも他の動画もご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。